おごめん、大分の高知親方です。今回ですね、私、珍しく似つかわしくないでしょうが、ファッション雑誌を予約そして購入いたしました。こちらですね、趣味の徒歩友さんが出されています S かわいいというですね、雑誌です。まあ、20歳前後のですね、どちらかといえばお姉さま向けの、ファッション、コスメの雑誌でございます。50ページほどで、こう、ね、1200円するんですけれども、なぜわしが買ったんか、なぜ男の私が買ったのか、それはもうただ一つ。今回の、この2021年4月号、なんと、モーニング娘。2-1 の特集なんです。いやー、50ページにわたってですね、メンバー14名ですね、全員それぞれのコーナーがあって、まあ、どういうコスメをしたとかですね、髪型、ヘアアレンジしているのか、ファッションはどうなのか、ダイエットどうやってきてるのっていうのをですね、こう、まあ、モーニング娘。オタとしてはかなり嬉しいですし、実はですね、さらに今回ネットで予約すると、特別な、プレゼントも届くということで、今回迷わず、男ですけれども注文しました。まあ余談ですけれども、この間ビスというまた女性用の5月号の雑誌をですね、アンジュルムの上國料萌ちゃんが出てるという理由で電子書籍で購入したぐらいです。もうハロプロム沼やばいね。それではですね、今回4月号のそのモーニング娘。2-1のですね、S かわいいをまあざっと見た男性の感想、もちろん詳細にはご紹介いたしません。ぜひお手に取ってご購入いただければという思いでございます。簡単なご紹介いたしますので、まあその参考になれば幸いでございます。それではどうぞ。それではですね、目次を、まあ、簡単にご紹介いたします。今回この目次がまた面白い。3月の31日にですね、モーニング娘。のニューアルバムですね、 16th That's J-POP のですね、収録曲に合わせていろいろこのままとか二人はあべこべとかね、純情エビデンスなど、そのアルバムに収録されている曲にちなんだコーナーが出ている。さすがですね。まあその S かわいいさんが、まあ過去まあいろいろ男性のアイドルも扱ってるようですし、どのようなね、構成されてるかわからないんですが、これ以外結構面白いなというふうに思いました。でですね、いろいろと、まあコーナーですね。例えば、ヘアメイクであるとか、着こなしとかコスメとかですね、着回し、ダイエットとかですね、お部屋ルーティンなどね、ございまして、14名ですね、それぞれ、登場しております。まあ、ちょっとね、これから今から読んでまいります。それではですね、各、目次について、まあ、あくまでも簡単に、まあ、かつ男性目線ということで、ちょっと浅はかかもしれませんが、まあ、詳しくは、ね、この S かわいいを購入してご覧くださいというところで、まず最初のコーナーが、青春ナイトコレクションということで、佐藤正樹ちゃん、牧野まりあちゃん、加賀楓ちゃんの3人がですね、いろんなファッションについて、まあ、今回いろいろモデルとなって、いろんなですね、お話をしております。まず佐藤まーちゃんですね。まあ、ちょっと今ですね、お休み中ですが、また、まあ、ゆっくり落ち着いて、またね、復活できるといいますか、また会える日を楽しみにしております。そんなまーちゃんもですね、5月の7日で今度、いよいよ22歳ですね。22歳まであと何年の、いよいよつんくさんがおっしゃってたピークの時に行きますが、もうまーちゃんも大人です。ということで、こう、大人っぽい雰囲気ということで、まあ、黒や落ち着いた色のですね、服装をしております。そしてこう、足を見せたり、肩を見せたり、ね、ちょっとお腹も見せたりと、こう、セクシーな感じでですね、ほんと、こう、お姉さんだなというふうな感じがします。前回ですね、私1月の熊本のハロコンで、まあ、最前列で見てたんですけれども、それこそまーちゃんも目の前にいて、初めてあんな至近距離で見ましたけど、まーちゃんのこの後ろ、ふくらはぎとか太もも、ほんと綺麗です。これほんとスタイルいいなと。ね、身長は、まあ低い方なんですけれども、
ね、まあ本当素材も良いですし、そのね、コーディネート次第で本当こう大人っぽいお姉さんだなというのを今回の雑誌で感じました。続きましてマリアですね。もうとにかくマリアは足が長いんですよね。で、そしてこう、まあ、今回のコーディネート、まあ割とパステルカラーのですね、で春っぽい白とかピンクのですねシャツを着ております。で、ところどころ足と肩がでチラッとしてて、これがいいんですよね。まあ2019年の ZDA ですね、全国同時握手会夏の方ですね。で、私がまあ大分のパークプレイス大分というところで、まあマリアちゃんとね握手したわけですけども、まあその前にですね、こうトークショーもあって、で私前から3列目で見てたんですけども、でマリアちゃんがどんどんこうお客さんに話を振って、こういや私の目の前にこう太ももとか来るわけですよ。まあ、ちょうど目線的にちょっといやらしい、そういう目で見てるって言われたらそこまでなんですけれども、目の前に太ももがあってほんと綺麗で足長と思って、これは本当にグラビアエースだと。これファンでない方も見てもこれかなりこう素敵な、もう本当にビジュアル抜群だなというふうに思いました。現に私もその当時はまあミーハーでたまたま、パークプレイスに遊び行ったんですけれども、もうそのマリアのですねスタイルと神ビジュアルと、そして握手の神対応で、15年ぶりぐらいにですねハロプロに復帰したという、まあ、恩人でございます。で、続きましてカイディですね、加賀楓ちゃん。今度は逆にですね、まあカイディは短髪でボーイッシュな感じなんですけれども、カイディもまあ足は長くて背も高いんですが、この腕の長さ、これがやっぱり改めてすごいなと感じました。このダンスでもですね、本当腕の振りとか目立ってですね、かっこいいんですけれども、この腕出しというのがですね、こう、モデルとして例えばノースリーブとかですね、肩とか出すと本当にこれ、たくましい腕といいますか、綺麗な腕で、これもまたこうセクシーだなというふうに感じました。で、服の色はですね、モノトーンがテーマということで、まあ、黒、もしくは白ですね。そしてもしくはツートン、上が白で、下が黒で閉じる。まあ、上ですね、トップスが白で、ボトムが黒だと、こう、足も長く見えて、かっこいいということをですね、学ばせていただきました。パンダさん、パワーじゃないですけどもね。じゃあ、私も上を白着て、黒着たら、カイディになれるかな。じゃんじゃん。2番目はですね、自分史上最高メイク恋愛デスティニーということで、15期のね、フレッシュなメンバーがですね、今回メイクに挑戦をしました。ね、三者三様、これがまた面白いんですね。まず、一番年長の北川梨央ちゃん、オンちゃんですけれども、まあ、今回春らしいということでですね、目元とリップをですね、こうピンクを入れているというところですね。まあ、オンちゃんといえばこうね、キリッとした、まあ、奥二重なんですけれども、この奥二重をですね、どうすればね、こう綺麗に見えるかとなると、ポイントはですね、白まぶたのカラーをですね、塗っていくということで、まあ、普段はされない今回ですね、雑誌ではピンクに挑戦されて、で、リップもピンクでですね、こう、大人っぽいお嬢様風、髪もちょっとボリュームがあってですね、今まで見たことのない、こう、ね、普段まあ、オンちゃんってこう髪下ろしてたりとか、まあ、たまにおでこ出したりもするんですけれども、ね、今回はちょっとインパクトのあるですね、ウェーブがかかった感じですね。いや、オンちゃんもね、私色白で本当好きなメンバーでして、あの手の動きとか喋ってる時にこう手がやかましいって言われるんですけど、私はあれがね、可愛いと思ってまして、ぜひ2019年の大分 USA 公演秋ツアーのですね、の動画もご覧ください。オンちゃんが、もう一つね、可愛いエピソードね、喋るんですけれども、森とちーちゃんにですね一括されるという面白い場面がございました。続きまして岡村ほまれちゃん、ほまたんですね。まあちょっとほまちゃんもですね、少し突発性難聴の関係でですね、こう大きい音を伴うライブの活動はできませんが、まあこの間のインターネットサイン会で少しずつまあ復活したようにですね、まあぼちぼち本当ほまちゃんもですね、まだ先も長いですしね、こう少しずつ流してね、直していただければ本当に嬉しいです。まあほまちゃんはですね、とにかくこう丸い小顔で、まあベビーフェイスなんですよね。本当に可愛らしい感じですね。私も一度2019年のですね、ワンナインのこの冬の ZDA で、実はほまちゃんとね、会話と握手したんですけども、ほんとまずスタイルがいい。両隣が福村瑞希ちゃんと牧野マリアちゃんと、またこれが背が高くて、
ビジュアルがいいメンバーにそこに並ぶぐらい身長もありますし、可愛さと愛嬌があって本当かみたいようでしたね。私がこう握手しながら頑張ってねって言うと、はいありがとうございますって、本当新人みたいな感じですね。本当に愛嬌があって、まあそんなちょっとベビーフェイスなですねホマちゃんについてはですね、こうナチュラルメイクでですね、今回挑戦をされています。まあホマちゃん曰くですね、こう重ねるだけではなくて、こうメイクにも抜いたり引いたりという、こうね薄めたりという、あまり重ねないメイクというのも大事なんだなということが学んだということで、本当にけどホマちゃんもともとね素材もいいですし、あまりケバくなるよりかこのすっきりとした感じが本当に似合ってて、こうホマちゃんの可愛らしさであるこのベビーフェイスですね、これが本当に似合ってるなっていうのを感じました。続きましてパンダさんパワーということで、歌版もねというかこの間の金スマも、席巻いたしました山崎めいちゃんですね。今回なんとパンダさんヘアにもですね挑戦をされています。今回ですねポイントはアイシャドウとかですねチークに、まあ白やベージュの色を入れて、こう本当お人形さんというかモデルさんの風になってますね。まあ、めいちゃんって結構まあ目元も濃い、インパクトもあって明るい色というイメージなんですけれども、こう可愛らしいパステルのですね感じで、めいちゃんのこのちょっとはにかんだ笑顔がこう入るような、ね、素敵なですねナチュラルメイクになっております。っていうことは私もナチュラルメイクしたらパンダさんになれるかな。はい、変態親父でした。じゃんじゃん。さあ、3つ目ですね、コスメオタクのラブペディアということで、13期の横山玲奈ちゃんと、そして11期の小田さくらちゃんの、本当ね、化粧品、いつもコスメのイメージ、あります。化粧もね、お互い、まあ、ちょっと濃いと言ったらあれですけれども、こう、メイクが強いというか、メイクにはこう、詳しいなというイメージの2人です。まあ、横山玲奈ちゃんが甘口ドーリーメイク。まあ、ちょっと可愛らしい感じですね。お人形さんみたいな感じなのと、小田さくらちゃんが辛口ビターメイクということで、これはまあ大人な感じなですねメイクをということで、横山玲奈ちゃんもですね、まあベビーフェイスでこうね可愛らしいんですよ。私ももともとビジュアルが好きですので、まあ今回はちょっと大人っぽい大人系のメイクにもチャレンジをされています。まあ色もですね、ピンクとか明るいオレンジをこう、まあ、本に塗るとそれだとちょっと浮いてしまう感じ、腫れぼったい感じになるので、まあ、最近はそのブラウンとか、まあ、オレンジでもこうダークブラウンというか落ち着いた感じで大人っぽい、メイクをされているということですね。今回はちょっと茶髪でこうプリンっぽい感じな、髪型ですけれども、まあ、個人的には私はもう横山はですね、もう黒髪がやっぱり好きですね。結構横山も化粧ねいっぱい重ねて、まあある意味じゃもうモーニング娘。らしい、こう、ド派手な感じなんですけれども、まあ、それも好きなんですけれども、まあ、個人的にはこの、加入当時とかのが、まあ、昔は好きだった子に似てるという幻想もあるんですけれども、まあ、こうやんね、こう、目もね、キラッとしててね、唇もね、こう、印象的で、この、チャーミングな感じで、ね、小柄なんで、実はステージとかでこの間、ハロコン福岡でも見ましたけどね、小柄ですけど、ダンスでこう、やっぱ、とかメイクとかで目立ってて、こう、つい、ね、目がいってこう注目してしまうメンバーです。で一方ですね、小田さくらちゃんは今度大人な感じですよね。大人なメイクでこう肌感もですねこうすっぴんに近いながらもね感じしてますね。でこうメイクのこう色もですね、こう元々肌にある色をですねこうずっと利用されてきたんですけれども、こう最近はですねこう真っ赤なですねなどですねこうカラーを、ね、入れていて、こう少しずつ目元とかですね口元とかにもこう表情がねこうというか強さも出ているという感じで、まあ小田作ね歌もうまいですし、そして喋り方も結構ね声が高くて可愛らしくもあって、それがこう落ち着いた本当お姉さんというか本当大人だなというか、人生何回やってるんですかってよくねアンジュームの笠原桃奈ちゃんとも言われますね、比べられて言われますけれどもね、ほんと落ち着いた MC で、ね、ツッコミ役をしてて、もうまさにこのもう小田ちゃんはほんと大人だなお姉さんだなっていうもうイメージがもうそのままのメイクでこう生きてるなというふう感じがしております。さあ4番目はですね、
エリポンかわいい、このままセルフアレンジ7変幻ノーウェイウェイということで、さあ来ましたよ、アイドルエリポン生田絵里奈ちゃんのですね、今回はヘアアレンジ髪型ですね。まあ大きく4つですね、髪型が、紹介されています。ね、このねエリポンの髪型って毎回楽しみなんですよ。まあ今回もちろん茶色ですね。でロングのエリポンがですね、七変化、いろんな髪型ありますね。まあ例えばいくつかあるんですが、まあ一つがですね、高めのツインテールをしてて、これがまた目立つんですよ。このまあツインテールといえば、まあモーニング娘。一度ですね、去年メンバー全員で最近かな、ツインテールで踊ったこともありますし、あの先ほどご紹介したボーイッシュで短髪のカイリーがですね、なんとねエリポン先輩の命令で、ツインテールになったことも有名です。先日のインターネットサイン会でもね、このカイリーと、エリポンのペアツインテール合戦で本当面白かったですね。これがあのちなみにポニーテール一つ結びになると、あのエリアナグランテというですね、アリアナグランテですかね、もともとがに対抗してエリアナグランテという髪型で、これがね本当美しいんですよ。心&体のエリポン の, あのプロフィール写真がそれだった気がしますけれども、あの一回福岡公演でハロコン、夏のハロコンの方ですね、バラードの方見ましたけれども、その時のエリポンが、エリアナグランテで、ね、やっぱ福岡地元凱旋ということで、久々に半年ぶりにそのねポニーテールエリアナグランテをしましたということで、あのちょっと特別な感じがあって嬉しかったですし、あの本当に似合ってますと思えば、今度秋その2ヶ月後の福岡公演になると、逆に今度髪を下ろしてました。もう今回もその雑誌の中でも下ろして髪を巻き方とかで下ろし方をやってますけれども、最初あのエリポンって分からなかったですね。本当おしゃれなこの大人な感じのですねエリポンになってて、こう髪をまあ結構私は結んでいるとかイメージもありますけども、下ろしたエリポンね、途中あとカチューシャをかぶっているのも雑誌で出てますけれども、これも落ち着きがあっていいですね。もうエリポン結構目つきもですね、こうキレッとかっこよくもあればこう可愛くもなるので、ほんとキラキラですね。あの個人的にはパスポートの今写真で使えているエリポンの顔が好きなんですよね。中川ショコタみたいな感じで落ち着いた髪を下ろして、こう目がしっかりしているですね。思ったよりか実はエリポンって背は低いんですけれども、まあ、ステージ上ですね横山とも同じですけれども、この髪型とかでですね、で可愛い声で、まあ歌われ自体はルーしかないところもあるんですけれども、エリポン本当おしゃれ番長ですのでですね、あのインスタ見てください、ハッシュタグエリポン可愛い、もしくは顔面国宝で要チェック。さあ5番目はですね、150センチ台のミニーな2人のおしゃれの着回し、純情エビデンス7 days ということで、石田あゆみちゃんとね153センチと、森戸千咲ちゃん152センチのこうね、ちっちゃいんですけども、こうおしゃれが決まって、でこうスタイルもねよく見えるコーデをねやっております。まずね大師石田あゆみちゃんですけれどもね、どちらかというと大師はこう大人っぽい感じですよね。あの黒や青などのこう濃い色のシャツを着てですね、そしてこうパンツスカートでこう大人な組み合わせですね、あの足が長く見えるような感じでですね。そしてポイントはですね、失礼しました、あゆみんはですね、各ショットでですね髪型をこう変えてるんですね、結んだりね下ろしたりというところで、本当あの可愛い感じですし、まあエリポンしてしまう、なんでエリポンって言ったらね、アイミンはですね、こうどちらかといえば私の中では大人っぽいですね、こうお姉さん肌リーダー肌という感じがしますので、こうしたね大人っぽい感じもね似合います。去年ね地元大分に来てくださって、本当このグループのその時のハロコンのメンバーをねしっかりリードしてくださったのがもう嬉しかったですね。一方、森戸千咲ちゃんですね。はですね、紺のガーリーな感じというイメージですね。こう、逆にこう、少女というか若い女の子って感じで、シャツもですね、こう、白とか薄色のシャツを着てまして、そしてミニスカートがね、やっぱり似合うんですよね。まあ、千咲ちゃん曰くね、ご本人も、私は背が低く見られるから、スタイル悪いというふうに見られるけれど、私だって実は足は長いんです。
まあ、本当その通りですね。足も長いですし、最近この間福岡公園のハロコンを見た時、逆にちょっと腕細すぎて心配になりましたね。まあけどね、やっぱちーちゃんやっぱり顔も可愛いですし、髪も長くて、そして帽子をね、オレンジの帽子をかぶっているカットもあるんですけども、これね、帽子も結構ちーちゃん似合っててね、半袖とミニスカートに帽子、去年ね、3枚目の写真集クロスロードでもですね、帽子のシーンありましたけど、ちーちゃん似合ってますね。飯窪春菜ちゃんのバースデーイベントで出てきたちーちゃん、工事用のヘルメットをかぶってましたけど、あんな工事用のヘルメットが変わる、ね、もう似合うアイドルなかなかいないよなってコメントをね、思い出しましたけど、ちーちゃんね、ほんと可愛いんですけどね、可愛くて。このちーちゃんと実は私、2019年のその夏の ZDA で握手しているという奇跡ですね。まあ当時ちょっとメンバーよく知らないまま握手したんですけどね、もしね、ちーちゃんのことを知ってて握手したら、もうなおさら喜びがひとしおだったなという気がします。いや、ね、まあじゃあ私もね、このミニーズなコーデしよっかなという大柄な親方でした。さあ、6つ目ですね。今度は、心&体、美ボディケア、自信満々な自分でいこう、野中美希ちゃんです。わお！まあ私の一番推しでして、まあ、チェルという愛称です。先日、ね、アルバムのインターネットサイン会で私の名前を呼んでくださって、Thank you to、まあこれ前の15枚目のアルバムの時のタイトルパクっただけなんですけれども、まあチェルね、本当に最近、こう磨きがかかって、少しずつこう、自分にこう自信を持っているなというイメージを持っています。それはなぜかというとですね、正しいダイエットをこうね、そして正しいその心構え、気持ちの持ちようを、まあ、覚えたからというふうに私はね、感じております。というのも、まあ、チェルですね、まあ、15歳の時ぐらいにですね、モーニング娘。に入ったんですけれども、まあ、まあ、要はやっぱ痩せたいっていうのがあったんですけれども、誤ったダイエット、食事を本当に抜いて、まあ、それで体重は落ちるんですけど、その分、大事なこの体力がなくなってですね、しかもこう筋肉が落ちると基礎代謝も落ちて、落ちてですね、要は汗かいたりとかこうね、外に出るものも少なく効率が良くなって、逆に水を溜め込んでむくんじゃうんですよね。痩せてるけれども太って見える。でさらにしかも体力ない、筋肉ないからダンスにもついていけなくてかなり大変だったと。でそうじゃなくて、実はこのね、正しいダイエット、食事もしっかり取らなきゃダメだし、それをしかもタンパク質を取ること、ね、筋肉がね、あることで、こう、ね、体力もつきますし、まあその基礎代謝という部分でですね、同じ体重でも筋肉が多い方が痩せて見えますし、こう痩せやすくなる体質だというところでですね、まあそういう理屈も得た上で、しかもいろんなね、切り替えがあります。この雑誌、本当まあ一番推しだからという、ひいきも抜きにしても、このチェルが出てくるこの美の名言というコーナーがあります。この1ページはね、ぜひ見てください。かなりいいですよ。なんていうか切り替えなんですよ。発想の切り替えをしているところがポイントで、こうじゃなくてこうなんだ。ね、できないんじゃなくて向いてないって切り替えるんだとか。ね、まあ習慣は決めるけどノルマは決めません。歯磨きするように毎日もう2分間。筋トレをするって決めればいい。毎日例えばね、腕立てじゃあね、50回やりなさいって決めるとノルマなんてきついけども、もう2回とか3回でもいいから、逆に毎日なね、もう癖でやってるとそれが強いんだよとか、面白いです。いろいろいっぱいありますので、ね、まあ、二項対比という考え方ですね。私も予備校時代国語で相当習いましたけども、ただ砂糖が甘いっていうんじゃなくて、塩があるからこそ甘いんだね、スイカに塩をかけることでスイカの甘みが増すんだみたいな、まあそれね、それはまあちょっと別ですけど、まあ今回置き換えですけどもね、本当チェルは本当、まあ早稲田大学のね、今スクリーングをやってて、二足のわらじをね、やってますし、なんていうか、まあ私もチェルのブログでもちょくちょくね、僭越ながらコメントさせていただいてますけども、この、まあアイドルっていうのは、いろんな歌やダンスね、まあモデルの、こう、パフォーマンスでこう、ね、ファンの皆様とか世間の皆様にこう、
ね、楽しむのもそうなんですけれども、こう、自身のその体験とか、特にこのチェルの場合は、最初のこのダイエットの失敗談と合わせて改善方法、こうして私は変わりましたっていうのを、こう、例えば同世代の女子とかにですね、伝える、こういうメッセージ性も、まあ、当たり前の話かもしれないですけど、意外とこう、プライベートのとことか、自分の失敗談っていうのをこう、伝えるというのは大事かなと。ね、アイドルというのは本当いろんな世代、まあ、特に同世代の方とかにもよく見てますので、そういう方にこうメッセージ PR することもこうアイドル活動して大事かなというふうに思っております。いやー、まあ、今度チェルの、ね、公演には行く予定ですけどね、また楽しみですし、まあ、正直いつか私チェルと個別でお話し会とか握手とかしたいなというふうに考えています。 Thank you。さあ続きまして、7番目はですね、あかねちんですね、羽賀あかねちゃんの黒髪で大人かわいいお部屋ルーティーン、ね、あざといを超えてギューされたいだけなのに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 ナノニー X ってなんかね、潜在っぽくなりましたけれども、羽賀あかねちゃんですね。もう羽賀あかねちゃんはね、この間の福岡公演でもまあ間近で見ましたけど、足が長、まあ、ほんと、マリアと同じぐらいというか、まあ、アカネチンの場合、ほんと、どちらかといえばこう、ね、グラマーな感じ、豊満な感じで、これがまあね、また魅力的ですし、目も大きくて、黒髪でですね、お写真でいつか、ツインテールしている写真があったんですけれども、その時のアカネチンがね、もうとにかく、リアル静香ちゃんみたいな感じで、ほんと可愛い、お美しい長野のおやきボディでございますけれども、まあ本人はですね、あんまりその目が大きいとことか、パーツは好きではないそうなんですね。顎のほくろが大好きだということなんですけれども、ね、黒髪ロングで、まあ特にその、シャンプーとコンディショニングでですね、まあ実はシンプルに、まとめてるというのも今回ね、初めて知りました。ですね、まあ、アカネチンの場合はですね、まあ本当ゆったりというか、マイペースというのをこう、大切にされているイメージだなというのを、今回の雑誌で感じました。まあ家を出る2時間前に起きて、こう、ゆっくり食事をしたり、ゆっくりをメイクしたりと、余裕を持つことが大事。で、さらにこう、外に歩いて、こう、自然の音を感じる。こういうのが好きだということですね。そして、で、旅にもよくね、一人旅にも去年から、か、一昨年ぐらいから、挑戦もされているようです。神戸行った写真とかもね、有名ですけれども。で、そのアカネチン、まあ、写真の話題が出ましたが、まあ、注目はこの、ネチンフィルムですね。ネチンカメラ。フィルムカメラを使って、こうね、今はこう、こう紙で、こう、いろんなね、例えば綺麗に撮るとか、鮮明に撮る、そして編集もするなど流行ってますけども、このね、フィルムカメラの独特のこの温かみを生かして、いろんな風景を撮るのが、まあ、アカネチンハマってまして、ね、ほんといつかこれね、本人も言ってましたけど、写真集出してほしいですし、ネチンフィルムのすごいところは、もうファンからも好評いただいて、ね、得てるのが、このメンバーのその姿ですね。コンサート前とかね、個別のイベント前の、で、こう、の楽屋の様子とか、ね、不意打ちしたカイディの様子とかですね、本当に面白くてですね、これはもうメンバー同士でしか出せない姿をこう、ネチンフィルムで温かみがある感じで撮って、それを、そしてね、画像の SNS、インスタグラムで載せるということで、本当に、ね、私も楽しみですし、ファンの皆さんがこう、ネチンフィルムで素のメンバーの姿を見られるのは嬉しいというの、ネット用、ね、大好評のね、嵐でございますので、ね、このネチンね、そのものも美しいですし、このネチンが映す姿っていうのをですね、こうまたこれから見て、ね、それも本当おしゃれなので、本当面白い、こう、インスタグラマーとしても今後なんかやっていけそうですし、まあネチ、あとアカネチンはトークとかですね、ナレーションもうまいんでですね、20歳の手紙をね、どんどんメンバーで読んでほしいなというふうに思います。それでは、アカネルね。さあ、最後ですね、リーダー、福村瑞希ちゃんですね。歴代最長、モーニング娘。の守護神、福村瑞希。こんな時代だからこそ、私たちは、信じるしか。ということで、最後はですね、福村瑞希ちゃんリーダーですね、の、まあ、こう、コスメとかそういうのよりも、この、もう最後は人物像に、スポットを当てた内容になっています。
もうね、リーダー生活6、7年ね、やってて、いろんな、まあ、こう、思いをですね、語っています。ね、なんていうか、本当、こう、熱い文章になってますね。リーダーとしてのこの決意、これが現れています。これ結構記事見ると、いろいろやっぱ、まあね、福見みずきちゃんはもうこうまったりとしてるような感じですけれども、けどやっぱりいろんなね意見がねあってますけども、それにも負けないとかですね、そういう意見もあるけれども、私たちはこれで頑張っていくんだという意見がね本当綴られていますね。もうね、福見みずきちゃんも今年で25歳ということで、いよいよ卒業という話もね出てることに対しても意見をしてますし、いろいろグループの役割についてとか、あとこう他のグループとアイドルグループと比べて、モーニング娘。私服ダサくないという意見もなんかあるらしいんですけれども、それについてもね、福見みずきどのように答えているのか、このね雑誌も楽しいね注目ポイントですし、そしてメンバー一人一人にですね、こうコメントを送ってるというところも、いわゆるエモい、感動的というか、いるね、今のこのね、2-1 になってね、歴代最長リーダーになっていろんなメンバーをね、見送ってきた中でいろんなコメントをね、してて、やっぱりこう、よくメンバーを見ているなというふうなね、感じもしております。ね、本当、福村瑞希ちゃんはまあ、もう、なんていうか、こう、マシュマロプリンセスという表現もありましたけどもね。最近はね、けど、ほんとこの間、福岡公演見ましたけど、細くなって、さらに磨きかかってね、腹筋も割れてて、やっぱですね、美しいですし、ね、こう、大人っぽいですね、顔の表情とかも。ね。やっぱり、福村瑞希ちゃんらしいね、こう、穏やかな感じで、こうね、長く、モーニング娘。もね、24年目ですかね、もう、進んでますので、こういうね、リーダーがいたからこそ、ね、こうやって今も続いていることに感謝ですね。ということでですね、メンバーの、ご紹介は以上でございます。それでは最後ですね、まとめに入ります。最初にですね、実は今回このエスカワイイの雑誌をですね、私事前にインターネットで購入いたしました。それするとですね、なんと、特別なこのポストカードといいますか、こちらですね、メンバーそれぞれ15名分入りのですね、特別な、写真をいただきました。本当にありがとうございます。ね、これ皆さん、この画像お気づきでしょうか？これ実はですね、一箇所、大きな間違いがあるんですよ。というのが、わかりますでしょうか？メンバーカラーがヒントですね。なんと、岡村みず、ほまれちゃんと山崎めいちゃんのメンバーカラーが逆になってます。デイジーとですね、ピュアグリーン。これですね、正式に公式に発表がありまして、このメンバーカラーに間違いがありましたと。ということで、後日、正しいバージョンがですね、整い次第送られてきますということでございますが、いや、逆にこれレアですね。まあ、ほまちゃんとめいちゃん、そして各ファンの皆様はどう思いかというところはありますけれども、まあ、また送られていくということで楽しみですし、こうした特典をですね、作っていただきまして、本当にありがとうございました。そしてこのまあ雑誌ですね、まあコスメ、まあ女性向けということでですね、もう最終的な細かいところはやはりこう女性向けコスメがどういうのを使ってるとかですね、どういうアレンジしてるのか。で、さらにまあモーニング娘。以外のコーナーもあと残り2、30ページほどございますので、ね、まあ、今回あくまでも申し訳ございません。まあ男ということと、モーニング娘。のオタということで、まあ、限られた内容の中でも微妙に長く語らせていただきました。いや、このメンバーが14人分それぞれにスポットが当たってて、で、そしてそのね、ステージ上とかではわからないような、このコスメのこと、まあ、コーディネートのこととか、まあ、プライベートのことですね、がわかるというのは本当に、面白いです。まあ、私自身はそのコスメでファッション雑誌というよりも、まあ、一つのこの写真集として、ビジュアルフォトブックとして私はまあ、これをですね、大切にさせていただきます。主婦の友の方、ありがとうございました。で、ぜひ、あと皆様合わせてですね、この雑誌もぜひ、お読みいただいた上で、アルバムですね、16th That's J-Pop。ね、今も私聞いてて、また後日、このアルバム曲の感想もですね、語らせていただきますけれども、つんくさんの曲で、結構いいですね、
今回、まあ、基本的に全体的にこうビートが効いてかっこいい曲が並んでます。でその中でこんなね珍しくユニット曲、メンバーがこう何グループかに分かれてて、まあ、少人数で歌ってますのでそこも魅力です。このあとアルバムジャケットも本当かっこいいのでぜひですねお礼取っていただきたいと、ね、思います。ということでですね、まあ個人的な内容でしたし非常にも浅はかな内容で、失礼いたしましたが最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければいいねボタンですね高評価ねよろしくお願いいたします。で合わせましてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。モーニング娘。のことはですね今後もまあアルバムのね感想も含めてこれからもご紹介予定ですしね、皆様と末永くお付き合いできればと思っております。目指せ登録者数1000名以上まずは大台の1000名、超えて皆様と交流したいと思います。どうかよろしくお願いいたします。それではまた今日も推しのために働く。